こんにちは、ヒトです、あともうちょっとでお客様のところに着きますので、まあ、何かね、ちょっと一つでもお話をできればなっていうところなんですけど、まあ、今回かなりですね、僕もね、ちょっと焼けてないですかね、かなりね、焼けたねって妻にも言われまして、海釣りをしてきたのもあって、まあ、かなりこう7時ぐらいから10時半ぐらいまでだったんですけど、まあ、かなり火も浴びましてですね、まあ、屋根はついてたんですけど、やっぱり火がどうしても入ってきますので、そういう中で帰り見たら手も真っ赤っかになってましたね。UV クリーム塗ったはずなんですけど、まあ、それでも真っ赤になって、僕はどっちかというと黒くなるというよりは、赤くなるたちな性質なんですよね。まあ、でもそれでもつまり、焼けたねっていうふうに言われまして、まあ、こんがりとねちょっと腕も、しておりますけれども、まあ、水素のホホバオイルもね塗ると非常にいいなということで、皮膚の日焼けの後のねその回復にもすごくいいなということを思います。で今日は今日でね、Amazon の樹液コパイバマリマリっていうね樹液があるんですけど、まあ、これを今日はイベントに来ていただきまして、オーガニッククラブに来ていただきまして、吉野さんっていう方、吉野朝日社長っていうね、吉野朝って書いて、朝って読んで、朝日って読んで朝って書くね、朝って朝昼晩の朝ですね、これで朝日っていうそうなんですけど、吉野朝日さんっていう社長、男性の方なんですけど、この社長さんに来ていただきまして、コパイバマリマリの特徴、まあ、Amazon のねそのコパイバマリマリっていう生木があるんですけども、これの樹液、これねすごいなということを感じております。またメルマガでもねご紹介できればなと思ってるんですけど、すごいですね、結構いろいろ万能のもので、もう Amazon っていうと当然ながらね病院があるわけでもないし、何か薬があるわけでもないわけです。でその中で生き抜いていくためにね、本当にいろんなこう大自然の英知をいただきながら、生き抜いていくわけですけれども、やはりその健康に元気に、まあ、子孫繁栄っていうのがやっぱり一番、人間にとってね、特にそういうアマゾンの人たちには子孫繁栄っていうのが一番なわけです。部族を増やしていくっていう、そのためにやっぱりその大自然からの知恵英知っていうのをね活用しているわけですよね。で何か薬とかそういう近代的なものって一切ないんですから、もう自分たちで、生き抜いていかなきゃいけないということで、そのコパイバマリマリっていうのは、まあ、本当に一番って言っていいほど、これがあれば万能だっていうぐらい、素晴らしいものだそうなんですよね。まあ、ただその品質がいろいろバラバラで、中には粗悪なものも、あったりするということで、それをまあ本当に高品質のものだけをね、こう選んで提供していただいているのがその吉野朝日さんの会社なんですよね。非常に今回お話を聞かせていただいて、これはなかなかすごいなということで、まあ、塗ってよし、食べてっていうか内服してもよしということで、いろんなこう抗腫瘍効果があったり、それから、ピロリ菌のねこうなんか除去とか、まあ、いろんなものがあってですね、まあ、これ非常にすごいなと、一滴二滴やっぱり毎日撮るだけでもすごいですし、まあ、お肌にも非常にいいということで、まあ、実際写真を見せていただいたんですけれども、そのアトピー0歳でアトピーの人とか、あと湿疹みたいなこうブツブツがいっぱいできてた人が、子供さんがコパイバマリマリで非常に良くなって、もう本当に2週間ぐらいで、ね、綺麗な状態になっているところを写真を見せていただきましたけれども、まあ、すごいんだなということで、皮膚のトラブルなんかにも抜群にいいですし、あと内服することで内臓のねそういう、炎症とか、そういう皮膚炎というかトラブルも非常にいいというのがあり、まあ、非常にね素晴らしいなというものだったので、まあ、またねちょっと紹介できればなというふうに思います。ということでちょっと着きましたので、今回は、以上になります。ありがとうございます。